はい、同人生活です。ということで今回はこちらシャークアタックっていうこのねインディーズのゲームをやっていきたいと思います。で一緒にねコープをやってくれる人を探してたんですけれども、結局のところやりたいって言ってた人が全員が全員PS3 しか持ってないっていうことで、これ360でしかできないんで、まあ結局募集したのにかかわらずこう誰もできなかったっていうことなんで、今回もまた皆さんおなじみの例の方がゲストとしていらっしゃってくださいました。自己紹介をお願いします。どうも例の人です。名前言えよ。チュンです。チュンです。どうも。はい、ということで今日もねチュン君と共にこのシャークアタックをやっていきたいと思います。もうおなじみだよね。そう、おなじみだね。とりあえずね、変わったロールに来るみたいなね。とりあえずこのゲームは一応紹介ってことになるのかな。多分そんな長いことできるやつではないから、うん、とりあえず紹介ってことになると思います。はい、じゃあ俺緑色の人でいくわ。じゃあ俺青にしようかな。よし、緑でセッションを作ってプライベートスロー、うん、大丈夫？ミスった。呼んで呼んで。これね、最初セッション作ってからじゃないとね、呼べないっていう。よし、じゃあこのね、いっぱい人の名前が出る感じが嫌だわ。今ゲームやってる人の名前がいっぱい出てるのかな、これよくわかんないけど。よし、呼んだよ。じゃあ行くで。はい、ということでこれは9分10分わかんないけど、そのあたりを生き延びるのか、その間にどれだけこの人食いザメを殺せるのかっていう話ですかね。じゃないでしょうか。これでもレティクルがないから当てにくいよね。そう。そしてめちゃくちゃ偏差射撃しないと当たんないっていう。当たんね。よし、外したし。当てた？いや、まだ。うわ、ギリギリで避けられた。うまいな。うわ太陽が眩しい。ほんとだ。うわ、眩しい。当たんねえな。おいおいおい、ちょっと待ってくれ。ほっ、よし、刺さった。しゃあ、あ、消えた。おいおい、やばいやばい、お前囲まれてない？いやだ、痛いめっちゃ食われてる。痛い、あ、死んだ。なんか下からも来てたね。やば、恐ろしい。とりあえず船の中に俺は隠れよう。うまいこと隠れて。あれ、どこ行った？俺も船の中入ってる。おお、いたこの船の中から狙撃するような。でもまあ基本それがあれじゃない？あ、もう死んでんのか。死んでる。あ、まあ安全ちゃ安全だろうけど。あ、やばい、オキシゲンがない。ちょっともらうよ。そうで、酸素がね左上、斜め上にあるんですけど、それがなくなったらこの落ちてる酸素ボンベを拾うと補給できるっていう摩訶不思議な水中で酸素補給ってなかなか意味が分かんないけど。あ、いかん、痛い。死ね。うまいな。後ろから来てるよ。いや、まあ、なんで俺ばっか来るんだよ。お前ばっかり血の匂いがするんじゃないの。くそー。え、これってさ、殺した時にさ、殺したよって出ないのかな。出ない。ほっほっ、くらえ、くそ、ナイフがすごいナイフが強い。あー、殺された。なんかね、このさ、襲われた瞬間怖くない？襲われた瞬間結構来るものがあるよね。ね、
ちなみにナイフね、めっちゃ早く振れるから、あの連打すると。何これ。3発ぐらいで殺せる。あ、やばいやばい、ちょっと待って。血出てたか。待ってくれ待ってくれ。やばい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 。体力の回復が、酸素をもらって、でね、体力の回復はこの変な十字マークがついた丸です。これをと、うわ、少な全然回復しないよ。嘘。あのね、15ぐらいだったんだけどね、30になっただけだったわ。15ってお前、相当食らってるね。いや、1匹倒したらもう1匹来ちゃってさ。ああ。おやおや。これもう一ステージあるから、あ、うん、ワーニング、あ、リターントゥーコンバット、あっち行きすぎるとダメだ、なんか。向こう側にね、墜落した飛行機がやったよ。あ、本当に？なんかあるかな。とりあえずもう一マップあるから、今回はね、このマップをやって、次回はそのもう一つあるマップを、あ、見つかった。もう一つの、マップを、あ、やべえ、やられた。やって行こうかと。はい、やっていこうかと思います。おーい、もういきなりさ、リスポンでバレてんのってマジ超きついわ。お、死んだか。オッケー、よしましょう。これか、飛行機って。そうでさ、これさ、奥、こっち、こっち、ここに。うわ、これ早く泳ぐとめっちゃ酸素が。うわ、人が死んでる。機長が、機長意外と細かい。おい、やばいやばいやばい、サメが2匹来てるぞ。あ、おいいね、ダブルショットで。こう、みんな右から来てるぞ。右から。でも奥からも来てるよ。うぅ、いけ、うん、当たらんな。やられた。うわ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。ちょっと待って、ナイフ。話せば分かるって。多分話しても分かんないけどちょっとフラッシュバン使ってみよう。ポイ。うわー、俺が食らったわ。へえ。うわー、何も見えないしかもめっちゃ長い。痛い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 。おいおい、やばいやばい、超でかいのいるけど。え、なんかでかくない、そっち。いやー、違う、リターントゥーじゃない、このサメがこのフルボッコ状態。なんだろうこれ、なんか争ってんのかな、あのサメ殺してる数を。これ何なんだろうね。なんか俺がリードを奪ったよみたいなことになってるわ。ちょっと待って待って待って。あ、なんとか殺せた。危な。ちょっと待って、これ酸素もやばいし体力6なんだけど。っていうね、こういうゲームなんですよ。体力が今6。危ねえ。ちょっとダメだこれ。これはさ、何ザメ？何ザメだろう。多分コバンザメじゃないことはわかるわ。コバンザメ。やばいやばいやばい、これ俺溺れる。上手的な、痛い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 。そうだね、多分上手的な感じで考えれば。痛い痛い痛い。やばいやばいやばい。痛い痛い。酸素が食われてる。つらい。ボコボコにされてる。つか、ゾンビシャークってのもなんかちょっと気になるよね。ね、ゾンビシャークもまあ見てみますけど。よいしょ、よし、あー、うん、殺せてない。危ない。うわー、やばい、あ、これやばいよ。うわ、ちょ、多すぎじゃね。超大量にいる。よいしょ、殺したか。当たったね。やったか。やったやった。うわ、ちょ、真横いけ。よし、やった。お、ナイスー。じゃあ奥に一匹逃げてんな。当たった。
いけ、おうち。うっ、後ろ後ろ後ろ。いやあ危ない。ほっ、いけ、いけ、いけ、ほっ、いけ、いけ、よし、殺した。うー、ちょっと待って、それはきつい、それはきつい。あ、いや、殺したか。危ない、危ない、結構怖いな、このゲームね。どっから来るかわからん。ぐるぐる回りながら行かないと。あー、酸素もなくなってきた。危なかった。オッケー。ちょっと酸素、船の中にあるから取って。結構ね、結構ね、あの、すぐリスポーンするから、これ。ね、それは助かるよね。ああ、それは助かるわ。危ね、危ね。体力が結構きついな。あれ、どこ行った？サメがいないぞ。たまにいなくなるよね。たまになんか全部反対側に行っちゃったりとかして見えなくなるよね。そうそうそう。あー、いた。よし、当てた。お前めっちゃ襲われてるよ。やばい、2階が。いいや、あ、消えた。死んだのかな。体力大丈夫？体力大丈夫。あれ、ウツボは殺せない。そうなんだよ。ウツボはサメじゃないってことか。うぅ、うぅ、よいしょ、オッケー、しゃ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 、慣れてきたな、だんだん。このナウ、いや、あと10秒、いや、10秒でこの海域を出ます。大丈夫だ。あ、何これ、レベルがあるの。キルデスがないよ。本当だ。これ俺とお前が打ち合うんじゃない？そういうこと？なんかお前だけランク上がってる。やった。あ、また？またなのかい？じゃあとりあえずイグジットしますよ。うん。はい、ということで、どうやらデスマッチはサメを殺すわけじゃなくて、あの、人を打ち合うゲームだったみたいです。サバイバルだね、じゃあ今度から。そうだね。はい、ということで、では次回はサバイバルで別のマップをやっていきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃあ、またな。バイバイ。